澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。切り返します。ロックアップ、そのまま倒してまいります。そのまま膝を取ります。いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。掴んだエルボー、張ってまいります。組み合います。逆に振り返して走り込んでのエルボー。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。場外に落とします。いや素晴らしい動きですね。そうですね、素晴らしい跳躍力ですね。はい、行くのか、逆に投げてまいります。起こしてまいります。小脇に抱えます。えげつない2クラッシャー、リング内に戻ります。気合を入れてまいります。あっとエルボー、組にフライングメイヤーで倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ。掴みます。させません。行くのか、あと返します。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。逆に返します。掴んだ、エルボーを入れていきます。ブロックします。ボールに入ります。跳ね上げてまいります。ガードします。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。組みに行きます。こういう投げ技っていうのは一見上半身の力でいく感じに見えるかもしれませんが、本当は下半身の力が非常に大切なんですよ。あ、なるほど、まさにスープレックスはへそで投げろって感じですね。はい、対角線に飛ばした、肘を打ち込んでまいります。逆水平を打っていきます。掴みます。肘を打ち込んでまいります。エルボードロップ、エルボードロップ落としてまいります。腕をフックします。フィッシャーマンバスター、落としていった。バックを取ってエルボーで返す。小脇に抱えた、エルボーで切り返す。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。カウント 2.5、 まだまだです。キック強烈、カウントは入る。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。あー、スタミナをロスするわけですね。背後を取り返す、逆にバックに回った。バックを取り返す、エルボーで返す。抱えた、フィッシャーマンバスター、黒字に折れ回った。腕をフックした、ブレインバスターで投げつける。強烈逆エビ固め、ロープに逃れました。
ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで叩きつける。立たせていく。ミールティックがこめかみに入った。起こした。エルボーを入れていく。ガジェット組み合った。あっと下から返した。強烈に決めていった。ここでロープブレイク。首根っこを掴んだ。2位を突き上げる。顔面蹴り上げる。アーブロックで決めていった。ロープブレイク。組み合った。ロープに振った。あっとスパインバスター。岩壁の母の胸に抱かれました。ここが攻め時ですね。相手がダメージありますからね。一気に行きたいですね。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。ここからは精神力の勝負ですよ。コーナーに振って顔面へのキック。あとうまく切り返した。バックに回った。逆にバックに回った。ジャーマー投げっぱなし。状況か。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。ハッタータイガー行くのか。あっと返していった。そのままタイガーため。ロープブレイク。ロープブレイク。いけるか。逆に返した。うまく切り返した。あっとエルボーカバーの体勢。決まりません。組み合った。そのまま締め上げる。腰を落とす。エルボーで切り返す。腰に手を回した。あっと万事がため。ロープに逃れました。いけるか。あと逆に倒した。引き起こす。水面蹴りが決まった。カバーした。ずっと組み合った。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。いけるか。対角線に飛ばした。トップロープからなだれ落としていった。抱き起こす。我々には計り知ることのできない熱い熱い大河のような愛の川が流れております。ガジェット組み合った。あと逆に返した。抱き起こす。バックに回った。エルボーで切り返す。うわいてこい俺の力。背後を取り返す。逆にバックに回った。